こんにちは皆さん。私の名前は猪越うり子探偵です。今日は皆さんの力を借りたくてこちらにお呼びしました。実は近頃評判の怪盗ミスターネズミから挑戦状が届いたのです。ぜひ私と共にこの挑戦状の謎を解決してくれませんか。こんにちは名探偵さん。名探偵と評判の君に今日は挑戦状を無理の通りだと言いながら無理の間に眠る人猪越の涙をいただいた。バンコの日無理の通りにいたのは無理の間に暮らす4人より、つまり4人のうちの誰かが犯人だ。その4人の中に私も含まれている。君は誰が犯人か分かるか。4人の証言を聞いて犯人を当ててくれたまえ。ちなみに売りの館で働く人々は絶対に嘘をつかない正直者ばかり。ただし私を除いて私だけは嘘の証言しかしないよ。怪盗ミスターネズミより。私は早速証言を集めることにしました。私、犯人を見ました。本当です、顔は見えませんでしたが、私よりも背が高い人でした。私の身長は160センチです。私の占いによると、牛岡、うさ吉のどちらかが嘘をついているかと。出ました。私の身長ですか。身長は155センチですけど。ここだけの話、私見てしまったんですよ。牛尾が盗んでるところをね。あの女、許せない。ステーキにして食べてしまえばよかった。え、私の身長ですか。170センチです。我が家にまつわる秘宝が盗まれるなんて、一体どうしたらいいんでしょう。しかし私は知っています。宇佐吉です。あの男は大嘘つきです。え、私の身長ですか。165センチですけど。みんな分かりましたか。分からない人は映像を戻して証言をよく聞いてみてください。紙に書き出してゆっくり考えるのもいいかもしれないですね。ではまず仮に牛尾が犯人でないと仮定して話を復習してみましょう。私よりも背が高い人でした。私の身長は160センチです。すると容疑者は宇佐吉と達子の2人。では宇佐吉の証言を見てみましょう。私見てしまったんですよ。牛尾が盗んでるところをね。牛尾の証言と矛盾しますね。ということは牛尾が犯人でない限り牛尾と矛盾する証言をしている宇佐吉が犯人になります。犯人以外は嘘をつかないはずですからね。私は知っています。宇佐吉です。あの男は大嘘つきです。牛尾の証言と矛盾していない。虎見の証言も確認してみましょう。私の占いによると、
牛岡、うさ吉のどちらかが嘘をついているかと。やはり牛尾の証言と矛盾していません。つまり唯一嘘をついているうさ吉、犯人は彼です。ありがとう、みんな。君たちのおかげで犯人を割り出すことができました。誰だろう、出てみます。それでは私からもう一つ挑戦状だ。秘宝イノシシの涙はこの屋敷のある場所に隠されている。その場所とは地面だ。その中に秘宝は隠されている。これは暗号だ。このままでは分かるまい。ヒントをやろう。私はミスターネズミ、とても素早い。そう、エトで言うとイノシシの11も速いのだ。それでは2つ目のヒントをやろう。答えが寿司ならばこうなる。それでは最後のヒント、最後のヒントはこれだ。皆さん、わかりましたか？表を見ながら一緒に考えてみましょう。11速い、寿司より11速い文字がイアなんですね。つまり50音表を見るとイより11後の文字はほら、スです。アより11後の文字はシだから、イアは寿司となる。とすると、ちめはどうなるかというと、ちより11後の文字はふ、めより11後の文字はろ。つまり、答えは風呂。風呂の中に秘宝、イノシシの涙がある。今回は君たちに免じて秘宝は返したよ。まだ次は風呂を行く。こうしてテレビ電話は切れました。その後、館の風呂の中から秘宝イノシシの涙は無事発見されたのです。皆さんのおかげで大切な秘宝は守られました。ありがとう皆さん。そしてさようなら。また新たな謎があったら助けてくださいね。またお会いしましょう。